はい。えー、超人祭来たんで引こうと思います。特別編。ジライヤの弟子。で、えー、長と、星5、合心追加。で、えー、超人祭限定のペインが六星6覚醒可能。開催期間2016年9月16日18時から、2016年9月23日17時59分まで。 はい。えー、あれ超人祭限定キャラじゃないのか長とは。そうかなですけど、ペイン持ってないので、欲しい。まあ一応、ナルトとジライアも出るんですけど、まあ、これはいらないですかね。はい。じゃあ、引いていきます。 ま、限定じゃないから、そんな強くないのかな。敵単体に攻撃力7%プラス1000のダメージ。攻撃した相手の位置を少し戻す。アクション内の相手にのみ有効。確率で回心が発生し、ダメージが2倍になり、確実に相手の行動をキャンセルする。自身の防御力100%アップし、素早さが30%ダウンする。さらに全スキルダメージ。 半減状態となり、味方への攻撃を受ける。複数に発動すると、最後の発動者が有効。はい。まあ、ペイン狙いですね。と、えー、まあ、この長門も欲しいですし、えー、っと、あ、コナン持ってないや。コナンもキサメも持ってなくて、あと、総選挙のやつ、オビト。 長戸とヤヒコはゲットできたんで、オビットも欲しいですね。はい。じゃあ、えっと、まずはチケットから。チケットが10枚あるんで、これ引いて、はい。で、あの、復刻で各図のイベントが来るって告示がある。来週かなあるんで、お来たー。あー。 イタチはまあ、フェスゲも持ってますね。全部持ってるかな。えー、っと、そう。うん。各図ゲットするために特攻キャラの復刻ガチャが多分来ると思うんで、それ引きたいので、まあ、今回はチケット10連と、まあ、石消費して10連だけにしておきます。まあ、星号確定ですからね、初回は。 石使うといやまあ各座欲しいな前回の復刻ガチャはなんか何十連引くとなんかもらえてそれ集めると好きなキャラと交換できるみたいなのあったんで今回もあるのかなはいまあこんな感じでしたねチケットは はい。で、この、あ。はい。じゃ、ペイン引きます。ペイン引きますじゃないや。引けたらいいな。ま、そのうち長との、フェスゲームも出るでしょう。あこれ、これフェスゲン隠れでしたっけこの演出。来いペイン。あーあれ、これ、フェスゲンじゃないかうわ うわー地雷や先生はいらんぞ。あ、今のフェスゲンかちょっとよく見てなかったなえ、絵柄を。覚えてない。あ頼む頼む これはダメかダメっぽいなああっえー、ええー、え <laughs> ってことはフェスゲンだったってことかこれがいやーやっぱかなフェスゲンかな うわ、やっちゃったな、これ。うわぁ。うーん。やっぱ、暁が好きなんでね。まあ、売りますか。はい、という結果でした。いやー引きは良かったんすけどね。いやーやっぱ、暁キャラ狙うときは、暁特別編みたいな、超人祭のときだけの方がいいのかな。 きついっすよね。フェス限引弾くだけでも結構きついイメージあるんで。はい。というわけで、まあ今回はこういう結果でしたね。はい。うん。そうしようかな。あかつき特別編の超人祭の時か、イベントであかつきの報酬か、あかつきキャラが特攻になっ,なった時ぐらいにした方がいいのかな、ガチャ。 うん。というわけで今回はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。